はい、どうもヤズです。それではドラクエ10バージョン2やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは続き、ミシュラちゃんにね、会いに行きましょう。最後の別れを惜しんで、いざ冒険の荒波へと行きませよ。で、この上に行けばいいはずなんですよ。間違いない。ミシュラちゃんって前さ、西の塔にいたから、同じく西の塔にいるはずですね。のはず。うん、ほら、左上にピンクのさ、光みたいなのがあるからな。光っていうか、案内があるので。間違い、海さん。まるで、ずっと前から知ってたかのような言いぶりだけど。さっきもあったんですよ。玉座の方でね。さあさあさあ、行くぞ。まあ本当にね、こう、悲しみの別れをせざるを得ない男の子だから。 What? なんで鍵閉まってんの。拒否られてる。あ、占いの事情聞くし。はい、うん、なんてこった。はい。興味ねえよ。そんな占いを信じるなんてありえないな、私。こっちから行くの。いやいやいや、でもこっちから行ったらさ、お、何？ここルーラーストーンかなんかあんの？おお、すげえすげえすげえ。おお、何何今の。え？何？何が起こった？すっげえびっくりしたわ。ああいうこともできるんだ、ブロッケ。っていうか、ミシュワちゃんどこですか？教えてください。え、東の塔にいた。なぜじゃ。この向かいだね。まさか一緒にベッドを止め。危ない危ない危ない。最高。でもこの先寝室だよ。ねえ、女性がね、男を寝室にあげるなんて。理由は違うか、やめとこう。そういうことは。でもほら、やっぱ寝室に入るよ、これ。いいのか、寝室に入っちゃって。というか、その質問はおかしい。そもそもなぜそこにいきなり現れたっていうところから突っ込まないと。これね、以前私話しかけたんですけど、何も起こらなかったんですよ。そういうことか。
ほどね。これがさっきベランダに飛んでいった。なるほどね。つながったね。なるほどですね。ただアンルシアさんのねプライベート台無しだよね。いつでも来れるってことはさ、寝てる時も来れるじゃん。まあそういうことは関係ないんだけど。さてさて、さあついに冒険が始まる。ただちょっと私の中でのこう感じとしては、クローズさんは悪い人じゃないっぽいね。ここまでキープレイヤーになるんだったら絶対悪い人になるはずだ。まあ今までのね、こう、ストーリーをやってきた人間の感覚としてね、経験則としては間違いないな、それは。ただ、何か目的があるのも確か。それが、まあこちらの利となるものなのか、それとも向こうの、なんだろう、わがままというか、向こうだけがなんか得する話なのか、ちょっとわからないけどね。一回ね、軋轢が起こりそうな気がする。で、どこ行けって？よし、OK。うるせえ。そんなことやってる暇ないんだ、私は。やることは一つ。メインストーリーのみだ。クエストはもしやるとしたら、サブだね。サブ実況なんで、とりあえずメインでしょ。バージョン3まで行きたいぞ、早く。これ出ていっちゃっていいんだよね、もう。最後にだって、姫様に話して終わりなんじゃん。だね、OKOK。 さあ、じゃあ各地を巡る旅へと出ましょうかね。こう世界は変わらなくても、実際のそのなんだろうな、キャラクターの感情だったりとか展開だったりとかっていうのは変わってると。ガンテツさん、前も見たことある、この人。何だ、夜か、昼間なんだけどね今やってるのは。空は、ああ、ダメか。星とか見えたら綺麗だな。そこまではできない感じか。んで、この先さ、ルーラストーンでさ、一応記憶させてるのもあるんだ。あ、ないか。あ、偽ってつくんだね。なるほど。ってことは、次からはやっぱり行かないと、ルーラストーンで行けなくなってんだ。やっぱりそうだね。はい。うわ、シンってついてる。グランゼドーラ王国。へえ、考えとるね。そしたら、この流れで言ったら、次どこだったっけ？ココラタだっけ？あ、でもさ、この真下にさ、話しかけていいさ、人いるじゃん、ピンクの。案内係がいるので、ちょっと話聞いてみて、どこにね行くべきか教えてくれると思う。なかなかに距離がある。ただちょっとこれやばいよね、私一人だから危険がすごいプンプンするんだけど、寄り道をするわけにもいかないので。あ、結構人いるね。いっぱいいるじゃん。さすが土曜日。んで、この人。
なるほど。あ、よかったね。楽だね。おお、さっきの人、見たかったね、今。竜に乗ってるから、魔物使いかなんかなのかな。わからないけど。BGM が変わってるね。いいじゃん、この BGM。新ロボスコーチ。新レビュー。何でも信じてればいいと思ってる。そしたら、はいはいはい。了解です。はい。これさ、順序関係なくていいのかな？どう思う？一番やりたいのはここだよね。前も話した通り。順序通り行ってみるか。メルサンディ行こうか。いやでも楽だわ、助かった。ありがとう、シンメルサンディ。あのおばあちゃんいるのかな、名物おばあちゃん。真ん中の方にいるね。話してみるか。まあ普通に行けばさ、このさ、まっすぐ行った先のさ、村長さんに話を聞くのが、ねえ、通例というか、間違いないと思うんだけど。あ、ちょっと待って。愛理ちゃんってこう、テラス。何？あれ、村長さんに、話聞かなくていいの？このまま直帰で行ってみるか。あ、これ村長さんの家じゃなくなってる。気づいた？右上にさ、村長の家になってる。このさ、奥さ、童話作家の家になってるんだけど。え？ここ村長さんのさ、家だったよね。ルーデさん。お嬢さん、あのミシアちゃんにさ似た人のこと、あのなんだべーとかいう感じで田舎弁わかんないけど言ってた人かな。なんだ、どっち行けばいいのこれ。テラスってどっち、こっち開くなんか鍵がかかってるのが多いな。こっちか。あー、テラスっぽい。ああ、もう全然変わってるね、これ。あれ、そしたら、セレドの街も変わるのかな？全く違うストーリ5回戦えってことか。ついでって
村の北西。完全にストーリーが新しくなってる。まあ絡めた方が絶対面白いだろうにって思っちゃうのは私だからね。絡めたら絶対面白くなるのに、全く新しいストーリーにしちゃったら、その言ったら使い回しっていう風に思われてもおかしくないもんね。その新しいまた世界を作るのが大変だから、こういう形にしてって、真にしたからにはさ、偽りのさ、その村とのさ、関連性が欲しいよね。まさかの、あ、ちょっと待って、ルーガストーンだけちょっと作らせて。さすがにちょっとまたここに戻ってくるだろうからさ。って待ってくれ。これさ、そっかそっか。私一人じゃ無理だよ。どうしたっけ。どうしよっか、これ無理だぞ。無理。困ったな。あと4分で、ミニデーモンたちを倒しつつ、風車で小麦を引き、こっちに戻ってくるっていうのは、ほぼほぼ不可能だよね。で、サポート仲間も入れなきゃいけないから、ちょっとできれば20分やりたいんだけどな。なかなかちょっと厄介な状況になったぞ。どうしよう。はい。でね、右下見てください。ヒサオンさん、タイラーさん、ケンタンさんと入れてきました。前回がね、短かった分、今回はね、やっぱり20分やりたい。といったところで入れましたんで、1匹ぐらいかな。だけど、やっていきたいと思います。で、こういうさ、クエスト系はさ、新しいの使おうと思って、レンジャーとスーパースターね。はい。はい、入れました。今まで入れたことなかったもんね。だからちょっとその、どういったね、技があるのかとか、楽しんでいただければと思います。さあ、行くぞ。一匹だけやります。で、あの光がさ、神体、偽りの方に行く、道しるべみたいなもんか。で、ここが国葬。おー、すっげえ。相変わらずすっげえな。で、どこにいんの？わからないんだが。それだけ？どっかにいるんだろうが、探せば見つかると思う。やってみるか、ちょっと。一匹だけやりたいんだが、ミニデーモンだから分かりやすいんじゃないか。ここは国葬隊なので、動けばいるはず。あれそう。ああ、いた。行きますか。よし。どんな感じなんだろう。音楽も違う。すごいね。どういう技を使うんだろう。使ってほしい。見せてください、私の技を見せてください。アゲハランボ。おお、すごいね。じゃあ私も戦おうか。よし。こうなんだ今。これがアゲハランボ。なんか見せてほしい。ちょっと待った、見せてくれ。なんか見せてくれ。おすげえ。何今の。さあ任せた。レンジャーとスーパースターなんで、なんか見せてくれるはず。行くか。あ、なんかやった。あれ、軍団ですか。あ、信号のミスやってる。見れなかった。スーパーハイテンション。あ、私か。グッバイだな。おお、こんな感じ。手に入れた、なんか。メル3個麦、手に入れたら残り3個になりますね。
ではあるんですが、いいか、ここもやっちゃおう。終わらそう、このクエストまでは。あと3個でしょ。いけるいける。見せてくれ。ちょっと、いろんな技見たい。おぉ、ちょっと待って。あ、かっこいいかっこいい。なにこれ。それ私も戦おう。基本見せてほしいんだけどな。神話のモス見たい。これが王子の前か。行くか。なんか何気にでも、HP が入ってないよ、敵に。よし、あとは頼んだ。必殺チャージ。レンジャーに溜まってる。見せてくれ、レンジャー。レンジャー見せてくれ、必殺を。おお見せずに倒したかった。まあいいけど。あと ?2 個。やりましょう、あと2個やったら。どこにいる？キラーマシンとかさ。いたいたいた。お願いします。お、普通に戦うよ。最高。あ、待った。捨て身をかけて。魔法の小瓶ちょっと入れるか。よし。んで、天下にさ。よし。オーケー。あとはグッバイ。オーケー。あと一個。ラスト。行きましょう。これ一応メインクエストだよね。急に不安になったわ。捨て身。おっと、痛い痛い痛い。うわ、ちゃちゃちゃ。ありがとうございます。お、なんだ、なんかやってる、なんかやってる。すごいね。お、なんか埋もれてしまった。よこらせ。痛い痛い痛い。何気にミニデーモン強いじゃんか。いや、怒ってるしね。お、なんだ、なんとかの前とか言ってる。あんまでもダメージ食らってない感じじゃん、これ。よいしょ。一匹片付けると早く。おいしょ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 、オッケー。おい。でもこの BGM いいね。すげえいいよ。あ、なんか使ってる。100か両腕。おー、かっこいい。素晴らしい。イエス。OK だ。さあ、水車小屋。行きましょう。あのおばあちゃんがいたところですね。シンメルン水車橋と書いてあるけど。はい、そこに行くところなんですが、今回はこのくらい。また次回もやっていきたいと思うんで、よろしくお願いします。それではいつもとですが、チャンネル登録、コメント、評価、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。